クリオプテリギウスは、ジュラキマツに生息していた、オフタルモサウルス科に属する絶滅した魚流の属。モシキシュシー・クリスティアンセには、ジュラキコ期キチトニアンキにあたるノルウェーの、スピッツベルゲン島中部にあるアガードホーフジェレット層、スロツモヤ武層から発見され、2012年に、パトリック・エス・ドラッケンミラーが記載した。もう一つの種である。 シーキーラニーは同じくチトニャンキにあたるポーランド中部、ウェド、ブルチェシンキークオリの炭酸塩鉱油化の経過にや、層から発見され、2016年にダニエル・ティボロースキーが記載した。模式種ークリスティアンセニオ・ウンドロサウルスの死のニムと、する説がある。シーキーラニーの前ビレ模式種の模式標本は完全な、頭骨、潜水より、前方の52個の椎骨。 肋骨、腹肋骨、胸体、ほぼ完全な前肢、腰帯、甲腫からなり、上顎骨には多数の歯が備わっていた。涙骨と外尾孔は接しておらず、上腕骨の遠位端には二つの小関節面が存在し、大腿骨にはオフタルモサウルス科の特徴が顕著に現れている。全長は5.0から5.5メートルに達する巨大な魚流であった。 もう一つの種であるーキーラニーは模式種より小型であり、方形骨の関節球に溝が存在しないことや大腿骨が太いこと、背側に発達した構造を持つ上腕骨といった特徴を持つ。クリオプテリギウスの前足の構造がウンドロサウルスやパラオフタルモサウルスのものに類似していることは2014年のアーカンゲルスキーの論文ですでに指摘されていたが、 2019年1月24日に公開されたニコライ・ジースバーコブによる論文では、前種の特徴からクリオプテリギウスのも式種し、クリスティアンセニがウンドロサウルスのも式種ユう、ゴーレディスチェンシスのシノニムであるとされた。前者の論文では、ウンドロサウルスはオフタルモサウルス赤に分類されていたが、後者ではプラティプテリギウス赤に分類されている。ポーランドで新たに、 クリオプテリギウスが発見されたことにより、当時のウェード・ブルチェシンキー地域の生態系が、ゾルンホーフェンやスバールバル諸島と酷示し、地理的には、熱帯のテチスカイと北極海ンの変わり目であったことが示唆されている。ありがとうございます。